そしてひときわ打体のいい選手が出てまいりました。洛南高校上高津選手です。さあ種目別のゆかの1位ということで、まあ、堂々とした演技を見せていますね。そうですね、今回から前回からですね、インターハイ前回大会から、個人総合それから 団体の方でですね、決勝に進めなかった選手であっても種目別で演技が行えることになりましたので、はい、この高見選手はその決勝ではゆかの演技だけの、演技ということになります。まあ、いい意味で、まあ、敗者復活ではないですけども、復活した演技を見れるというようなことになりますよね。そうですね。はい。実力を持っていても何かの調子でその本調子が出ない、予選で出ない時のためのこういった変更だと思います。そうですね。非常にこうスピード感も高見選手はありますよね。そうですね、今のも高い跳躍だったと思います。